この法人平成21年の1月に設立をしています。実際にはこの地域の圃場整備をやりまして、平成19年からですね、本格的に大区画田の整備が進んだところからですね、集落営農として運営をしている法人です。この法人は設立当時からですね、圃場の整備をですね、大きくしまして、大区画田といって大体1ヘクタールを基準にした大区画田を21個、それに隣接する小さなものを含めると23くらいあるわけですが、そういったところを中心にして、水稲を中心にした営農をやっています。この機械、大変夏場の暑い水管理、炎天下で厳しい仕事なんですけども、それを手助けしてくれる機械というふうに思います。実際に導入するに至ってはですね、この今スマート農業とこう言われていますけども、無人で運転するトラクターや田植え機械が入るのと一緒に、これもスマート農業の一つという位置づけになっております。私どもも土地の利用型の農業ということで、できるだけそういった人件費、そういったものも節約をしたい、もうそれによって健全な運営に持っていきたいというふうに考えておりますし、私どもの目指すところと一致したというようなことで、南丹市をはじめ、とした補助事業でもありますので、補助金も活用させていただいて、導入をしたというのが経緯ですね。大区画田で7箇所に1箇所ずつということで7箇所を作ったわけですけども、確かに便利というか、労力すれつれにつながるなというふうに思っています。初め慣れない部分もありましたから、いちいち実際にどう動いているか現場で覗いたりもしましたけども、今はもうパソコンやスマホ、ゲートの状態や給水状況、そういったものも全部確認できますので、いや非常に便利になるということで、むしろそこの部分はもうゲート君にお任せしているというような状態で、非常に楽になったなというふうに思います。見回りゲート分のセットですけども、朝8時にゲートが開くということでしています。給水の時間のセットはですね、8時まで12時間という設定で運営をしています。今日なんかは雨のせいもありまして、全部設定越えの水になっておるわけでして、ゲートは止まっておりますけども、水がなければ8時にゲートが開いて給水が入ります。補助に水がしっかりとセンサーの位置まで、水位が次のところまで来れば、ゲートが閉まるということで、ゲート君自身が管理してくれますので、非常に労力的にもそこはゲート君に任せばいいわけですから、助かっています。無駄のない水管理をしてくれるわけですから、大切な用水をですね、無駄のない使い方ということが可能です。これもですね、水をしっかりと管理して下流にも水を流していかなきゃいけないということを考えますとですね、大変素晴らしい役目を果たしてくれるなというふうに思います。遠隔操作で事務所で、管理できるのは助かるというふうに思っています。毎日の管理と昨日と次の管理もそれでデータがみんな入っているわけですから、週間のデータ、月間のデータも管理できる、過去の水の管理状況も記録されているということはですね、これも素晴らしい仕組みだなと思います。パソコンは事務所になるでしょうけど、スマホはみんな持ち歩いているわけですね。そこの状況はもうここに集落にいなくても、例えばその組合員でどっかで仕事に勤めている時の勤め先からも確認ができるという点がありますし、お互いにその状態を共有できるわけですから、話が通じやすいですよね。説明しなくても、こんなふうになってるのというふうに分かります。
私ども も農家自身がそういうふうに持っているし、山川さんに もうそういった情報のデータも持っていただくことができるわけですから、そういうメーカーやなんかどういう担当者のところとも連絡取って話しかしやすい、こういうのはお互いに非常にありがたい仕組みだというふうに思っています、はい、どの補助にもですね、つけられたらそれは一番いいのは当たり前なんですけど、法人が管理している水田だけじゃなくて、個人農家さんが管理している水田も水が取られるところもありますけど、法人ばっかりが取るわけにはいきませんので、そんなことも検討しなきゃいけませんけども、順次できるところは取り付けていきたいというふうに思っています。それが今やっています水管理がまずうまくいかないと次につながりませんので、今の水管理をきちっとやってみたいなというのは今の私どもの考えているところですね。 A sustainable future. Yanmar